大山秋文は、大分県別府市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。別府市立北部中学校では、エースとして活躍。三年時中大連では、名都夜中学校に敗れる。ノールックの牽制を得意としていた。別府青山高等学校では、2年夏に、控え投手として、第87回全国高等学校野球選手権、全国大会に出場した。 同校が阪神甲子園球場の全国大会へ出場するのは春夏を通じても初めてだったが、加藤正義を要する東北高校の前に初戦敗退。大戦自身も救援で登板したが、3回4、失点という成績で甲子園を去った。アジア大学への進学後は一年時の党と,うとう大学野球リーグ戦から救援で登板。 東浜京が2学年下で入学してからは東浜の控えとなりリーグ戦では通算21試合の当番で1勝5敗にとどまった。大学卒業後にセガサミーへ入社。1年目から主戦投手として活躍すると第1回ジャバ関東選手権最優秀選手賞を受賞した。2年目には読売ジャイアンツとのプロアーマー交流戦で先発し5回を 無失点という内容で高騰。2012年のドラフト会議の上位指名候補に挙げられたが、チームメイトの赤堀大地と宮崎敏郎が横浜 DNA ベイスターズからの指名を受けて入団したのに対して、自身はどの球団からも指名されず、一時は大きくモチベーションを落としたものの、翌年には浦野博士と競い合いながら成長。 2013年の NPB ドラフト会議で、オリックス・バファーローズから8巡目で指名され、契約金2000万円、年俸700万円という条件で入団した。担当スカウトは、牧田翔吾で、入団当初の背番号は40。2014年には、オープン戦から、左の中継ぎ要員として起用されると、新人選手から透明大器と共に開幕1軍へ、名を連ねた。 3月30日の対北海道日本ハムファイターズ戦で公式戦デビューを果たしたが一軍公式戦ではこの試合の登板だけでシーズンを終了ウエスタンリーグ公式戦には39試合へ登板した2015年には学生時代から自信のあったストレートを前年の公式戦で相手打者から簡単に弾き返されたことを踏まえて投球フォームを 従来のスリークオーターからサイドスローへ変更。ウエスタンリーグ公式戦には49試合へ登板したが、一軍公式戦での登板機会がなく、シーズン終了後に背番号を69へ変更した。2016年には公式戦の開幕を再び一軍で迎えると、3月26日の対埼玉西部ライオンズ戦で一軍公式戦へ2年ぶりに登板した。 チームが6対22のスコアで大敗した5月24日の対福岡ソフトバンクホークス戦では8点ビハインドの4回裏から3番手投手として登板したがわずか2試を取っただけで7点を失って降板記録上の自責点が1にもかかわらず1飛安打5 4九という乱調でチームはこの回に8点を追加された3試合の登板にとどまり シーズン終了後には投球フォームをスリークォーターへ戻した。2017年には公式戦の開幕を2軍で迎えた。5月6日にシーズン最初の出場選手登録を果たしてからは1軍公式戦で主に左のワンポイントリリーフとして登板。8月5日の対日本ハム戦では1点ビハインドの6回裏1、死2点3塁の場面で登板すると、 中島拓也を2球で、保護路強殺、西川春樹を4球で自身へのゴロに打ち取って、無失点で切り抜けて降板した。直後の7回表に、味方打線が3得点で逆転。そのまま勝利したため、2人の左打者へ6球を投げた、だけで、1軍公式戦初勝利を挙げた。シーズン全体では、一軍と二軍を二度にわたって往復しつつも、一軍公式戦で、 自己最多の32試合に登板。白星はこの1勝にとどまったが、6ホールド、防御率3.46を記録した。また、通算投球イニングが26回ながら、左打者を中心に通算で30個の三振を奪い、脱三振率は10.38に達した。2018年には、一軍公式戦6試合に登板しただけで、10月29日に、 球団から戦力外通告を受けた。通告当初、NPB 他球団への現役続行を希望し、12球団合同トライアウトへの参加を NPB に申し込み、巻田が他の11球団中9球団に大戦の獲得を打診した。しかし、年齢の高さがネックとなり、どの球団も契約に消極的だったため、トライアウトへの参加を取りやめ、 現役引退を決断した。決断のきっかけは、球団から戦力外通告の際に、球団職員への転身を打診されていたことを背景に自分をプロの世界に入れてくれた、キ田さんに選手として恩返しできていないので、今後は他の選手のために投げようとの思いに至ったことによるという。2019年1月1日付で、オリックスの球団本部に配属。 同年シーズンからはアシスタントスタッフという肩書きで打撃投手としてチームに帯同する。同年限りで対談。対談後は東京都内の焼肉店に勤務している。168センチメートルと小柄な体格ながらスリークォーターからの最速時速149キロメートルの直球が武器。投球のテンポの良さも持ち味である。変化球は スライダー2シームを有する。ありがとうございます。